本当、本当頑張ってる。YouTube ショートはなんか短めのなんか TikTok みたいな感じのなんか短い動画なんだけど、あれは今日の日中に編集してなんか YouTube ショートの投稿の仕方わかんなかったんだけど調べて投稿した。あれマジおもろいよねわかる、あれいいよね、オチがいいよね。あれバレてない、お、バレてない。ショートのね、 YouTube ショートってなんかね、そのスマホで見る用のコンテンツなんだよね、 YouTube ショートっていうのは。はい、これ授業に出るんですけど、だからスマホで基本投稿するんだって。投稿しようねっていう感じらしいよ。そう、縦長の縦画面でね。そうだからスマホから YouTube ショートを投稿する方法はなんかこう YouTube にね明確にあるんだけど、 PC から YouTube ショートを投稿するやり方がね、なんかその YouTube ショートを投稿するっていうなんか名目がないのよ、 YouTube からパソコンから投稿しようと思うとだからどうやって投稿すればいいんだろうと思ったらね、ただハッシュタグショートって書けばいいだけだったんだけど動画のタイトルにハッシュタグショートって入れればなんかね、ショート動画が勝手に投稿されるんですけど、なんかそのやり方がね調べないとわからないからさ、ショートを投稿したい場合はハッシュタグショートをタイトルに入れてねって書いてないよ YouTubeYouTube の投稿するそのとこにハッシュタグショートって入れてねって書いてくれたらいいんだけど、書いてないからさわかんないんだよね。なんと簡単だったんだけどね。そうだからそういうのがちょっと手こどりました、手こずりましただった。何手こどりって。手こずりましたけども、あ、ちょっとこれ前髪止めとこうかな。このポッサマで、あ、ポッサマ。待って、このポッサも壊れてるかも。いって、あ、え、なに？止まらないっていうかさ、このポッチャマさ、なんかここについてんの。止まる気なくない？いやけど重さ的にはさ、ここの重さがあってさ、傾くよね。なんかそのついていなきゃいけない場所って真ん中じゃない？だって普通に考えたら、わかる？これもうさ、下にあったらさ、重さでさこうビローンってなっちゃうんだよ。こうはいけるけどね、こう前髪をこう止めようとしたら傾くよねやっぱりでもこれさ、名目は前髪クリップだよね。ダメじゃん。オーマイガー、マジ前髪クリップいっぱい持ってるんだけど、なんでも目の前にこのポッチャマしかないんだよ。ない。
ません。ないよ。もう今メイクポーチがねここになくて、メイクポーチにめちゃめちゃいっぱい入ってるんだけど、カビゴンとか。あ、あった、クロミ選手で参りたいと思います。あ、ほら私こうがいいのよ今日本当は。そんな困難をしておりました。今日はあとなんだっけ、今日はコラボ配信がありましてね、サムネできたよ。でもスマホの中に入ってるからまだちょっと配信終わって立てなきゃいけないね。そうなんです、今日はコラボ配信がありまして、なんと、元普段塾さんメンバーさんの瀬口かなさん、普段塾さんの時の名前は瀬戸幸喜くんっていう名前だったんですけど、はいの瀬口かなさんとチェンメンチェンチェンメンチェンチェンメンとスプラのコラボ配信をねするんです。わー緊張、昨日の夜ずっと何喋ろうかなって思いながら寝てた。その準備もしたりとかしてて今日めっちゃバタバタしてる。あと確定申告とかもうマジでやばい。確定申告のさ、その書類集めみたいな、私この世で一番嫌いなんですね、確定申告の書類集めみたいな。ほんと大っ嫌い、あれ大っ嫌いなんだよね、確定申告の書類集め。やんなきゃいけないからさ、当たり前にねやらなきゃいけないんだけど、なんか今年からマジで大変だね。エギトロンヌちゃんかわいい。あ、今年からマジでやばい。なんか本当にやばい。いやだってさ、その自分でなんていうのかな、今まではさ案件とか任せてた、案件分野って NGT 内のソラーサメンバーがまとめてるわけないからさ、だから完全に一人なの。オーマイガー、全然全部だ本当に。うん、チリチリになりそう。姉が税理士だからほぼ丸投げ、最高じゃん。でもさ、丸投げする前の準備がいるよね。丸投げする書類のさ集めるのがさ大事でしょ。丸投げするにはだってその丸投げするものを用意しなきゃいけないから。私はその丸投げするものを集めるのが本当に苦手、もう嫌だ、もうどこにあるかわからない。本当に、うん、そう、なんかどこどこからこの書類をもらってこなきゃいけないシリーズとさあるじゃん、どこどこから集めてこなきゃいけないシリーズとか、まあ自分のそのなんだろう、いろんななんていうのかな、領収書類とかさ、どこどこからもらってくるシリーズがねもう本当に大変、うん、ね。いやーよねー、
あ、そう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 。本当に大変。やだ。でも今から嫌だな、やらなきゃなって思ってないと、なんか今年こそまずいなと思って、今まではねギリギリまでギリギリに動いてるね、ほんと最悪な女だったんですけど、いやでもさすがにお願いしようかと、ちょっと自分で無理だわ。さすがに無理そう。いやーほんとね、サラリーマンさんはいいわよね、そういうこういうとこはね。ね、底辺よ、みんな頑張ってこ、絶対に成功させようねって感じ。これ知ってる？このネタ、ぺったんこ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 ってやつ知らんよ。うわ、 M1 だよ、 M1 ヨネダ2000さんっていう、女性の2人組のコンビの方なんだけど、そう、めっちゃおもろい。私リズムネタ好きなんだよね、うん、リズムネタ大好き。でもなんかさ、そのなんていうの、そうコント好きの人とかってさ、リズムネタはなんかコントってよりかはもっとリズムネタっていうジャンルでみたいな人いるじゃん。私よくわかんないんだよね、面白いじゃんって思うんだよね。漫才っていうのはみたいな、私面白いかったらよくないって思うからさ、よくわかんないんだけど。ね、わかんないけど。だからさ、ジャルジャルさんのさ、国名なんだっけ、国名は結構みたいなのも好きなんだよね。そういうのも好き。なんか小学校5年生の男の子が笑いそうなネタがすごい好きです。うん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。そう、ジャルジャルさんマジおもろいよね。あれ一回だけ行ったことあるんよ、東京のさ、新宿にあるルミネ座吉本みたいな、そこにね行ったことある。そう、一人で行った、しかも友達と行ったんじゃなくて、一人で、その何年か前になんか、え、今からやるんだ、行こうみたいな感じで、その時ね、和牛さんが出てたかな、だけ覚えてる。そう、一人で行ったんだよ、面白かった。ああいうのいいよね、行きたい。笑う日って作ったらよさそうじゃない、なんか。なんか漫才を見に行くとかさ、なんかその
笑う日を笑いに行く、どこかに行って笑う日を作るたらなんか楽しそう、人生健康になりそうだよね。なんか面白い人たちを見に行く日楽しそう。いろんな笑うがあっていいからね。面白いを見に行くもよし、なんかライブに行くもよし、あゆを見てれば毎日笑えるよ。もう今100点のコメントありがとうじゃあみんなはね、もう毎日笑う日でね、もう OK 、うん、もうこの話はもう終わりあ、なんかでもなんだろう、ボッチザロックっていうアニメをね見たんだけど、ライブハウスとかなんか行ってみたいなってすごい思った。最近ライブとか行ってないフェス行きたいなって思ってたんだけど、フェスもいいけど、なんかこうライブハウスとかもすごく楽しそうだなって思ったんだよね。なんかバンド系の、高校生がバンド始めるみたいなアニメなんだけど、そうそう、ちっちゃいライブハウスから始まるみたいな感じの、いいよね。なんかね、涼しいフェスに行きたい。クソなんだけどさ、私なんか涼しいフェスってあるのかないや夏は最高なんだよ、最高なんだけど、いや最高だよ、なんか涼しいフェスってあるのかな。いやさ、そうさんだよ、ほんと違う、ほんと待ってあいやそうなんよ。でもなんかさ、そのお酒とか飲めないからさあ、そうなんだ。なんか夏いいところも、もうもちろんもうそれは知ってるんだよ、だって出たから、ふーだって私は出たことがあるから、私は出る側だったから分かるのよ、もう本当に最高だった本当にガチで。ただ涼しいフェスがあったっていい、素敵だよねって思ってただね、なんかなんて言うんだろう、まあ、うん涼しい時もあるのかなっていうあのご質問です、はい、涼しいフェスってあるのかなっていうあのご質問をさせていただきましたうん、あっち行くてもいいんだけど、なんかこうなんだろうな、ちょっとこう涼める場所はあるもんなんですかね、フェスってこうちょっと涼ませてみたいなっていうのはあるの、私さ分かんないんだよな。アイドルフェスはさあった？もうずっと外？屋内のステージもあれば、なんか
ああそうなんだ。へえ。あ、なんかカウントダウンジャパン去年マジ行きたかったんだよね。アドさんが出る日行きたいなーってずっと思ってた。カウントダウンジャパン去年の12月30日とか。でもね、もう12月30日はおー私はダメダメってことでもうどんなに何があっても大事な日だったから、うん、うん、そうだそうだ、うん、つぐみちゃんのね、最近つぐとなんかスタンプ連打する LINE をしててなんかね、私がね千鳥さんの大悟さんのおぬしーっていうスタンプをバババババババってなんか送ったのよ。なんて言ったかな、ちょっと待ってね、あ、第5アタックって言っていっぱいバーって送ったんですよ。そしたらすぐが菅井先生ってわかる？アイドル、アイドル界のもうほんとボイストレーナーさんというか、菅井先生、厳しい先生、あの NGT もなんか合宿でに来てくださった時にすごい私ボロクソ言われたんですけどその菅井先生のスタンプをバーって送ってきてイエスってやつそしたらさもうそれもまたアタックって言ってきてうん間違えた、そうスタンプあるらしい。私がすぐに買って送ったんだっけな。なんか私すぐにさ LINE スタンプとかさ、なんか LINE ギフトとかめちゃめちゃ見ついてるわけ。多分あげたんじゃないかな。あ、そう、ヒデノリアタックって送ってきたんだ、つぐが漢字でおもろくてさ、ほんとやめてって言ってそう、小屋さんも私言ったっけ、菅井先生になんて言われたかって言った？配信で。聞いてない？なんか言っていいのかな。でもいいよね、もうだいぶ前だから。私菅井先生に野原慎之介の真似できるって突然言われたの突然野原慎之介の真似できるって言われて、私びっくりしてさ、えって言っちゃったの。何を言ったのか分かんなくて、瞬時にあんた野原慎之介真似できるって言われて私びっくりしてさ、そんなワードがさ、そのレッスン中に出てくると思わないじゃないですか。だから頭の中で聞き取れなかったし、その処理ができなかったのよ。だからえって言ったらもういいって怒られたんだよねで私のターンこれで終わったのやばくない？もういいわって言われて歌いになってびっくりしたの。
なんで私ええー、みたいなさ、理不尽が過ぎたよね。もうそれで終わったの。で、終わりみたいななんかメンバーからもさ、後から笑われるしさ、何あれみたいな聞き返しちゃいけないなんてさ、だって聞き取れなかったんだもん、だってで、私その合宿落とされたんですけどで、なんかその後に、なんかね、なんか聞きに、なんでダメだったか聞きに来いみたいなのをなんか言われたような気がして、なんかね、で他の人何聞かれた、いや待って覚えてない、メンバー一人一人にね聞きに行ったらね、みんな覚えてるんだけどでみんなおもろいんだけどね、ちょっと聞いとくねで、なんかなんつったっけな、あんたを落とした理由、野原しんのすけができなかったからじゃないわよって言われてじゃあ何みたいなじゃあ何みたいなさもうね、もう本当に意味が分かんなかった、あの合宿もう本当に合宿はね、もうあれはもう私はもう記憶から消した方がいいと思ってるから、自分の中でやってもおつられたならもうやんなくていいよねしかもやったことないの、しかもしんちゃんの真似なんて、てかさ、しんちゃんの真似できるならさ、まだ聞き取れたかもしんないよ、野原しんのすけってさ、もうむずくないそのもうシーンとしてんのよ、もうシーンってしてる時にあのそのどこの野原しんのすけ、え何世代かってことあれしんちゃんって世代とかあったっけ、びっくりしましたね、本当に、はい、そんなのを思い出しましたけどもそう、懐かしいねなんだっけな、めっちゃおもろいよね私もさ、何かさ、もうやばいかってさ、私その時精神状態えぐかったの、なんかで、なんかそんな合宿がされてさ、なんかははーみたいな、そんな乗り気なわけないじゃん、合宿に対してで、なんかご飯食べながらさ、あのものは、あの会は何だったんだろうと思って、なんか涙出てきてさおもろくない、なんで私あれで泣いてんの、意味が分かんないんだけどなんだったんだと思って、なんかツーみたいなそう、トラウマだよ私、あのお会いしたら震えるかもしれん膝もう当時のご一行様にお会いしたらもう辛かったんでね、いや違うよ、もういいのよそのくらい、まあ、追い詰められてはいたんだけど、今思うとよくわからないよね、モノマネえって聞き返したらもういいって言われて悲しくてスーって涙垂らしてご飯食べてるのはなんか不思議だよねっていう話ねはいみんなね、そのね、話したエピソードが面白すぎるからね、
カットしないでね、どこかにあげてほしいですよね。そこだけ切り取ったらマジで面白いなって思う。じゃあね、もう30分経っちゃったから今日の配信はここまでにして、9時からオープンレッグで瀬口かなさんとコラボ配信をするので、こちらをね見に来てもらえたらなと思います。はい。遊びに来て、ごめんね、終わっちゃう。では最後ランキング発表します。13位のりさん、12位ともさん、11位けいやさん、10位がおたけさん、9位つばめがやしさん、8位オアシスさん、7位エムデンさん、6位パンダの天陽さん、5位部長さん、4位ハチさん、3位ハムちゃん、2位 JT さん、1位はるかぜさんでした。ありがとう。では9時にお待ちしております。バイバーイ。